ハンダイスタジアムは、ベトナムのハノイにある、多目的スタジアムである。収容人数は22,500人。2000年から2005年までは、ハノイスタジアムと呼ばれていたが、2005年に、元の名前に戻された。主にサッカーの試合に用いられる。ハノイ FC のホームスタジアムであり、かつては、ベトテル FC、ホアパトハノイ FC、ハノイアッコブといったハノイを本拠とするクラブも、 ホームとして使用していた。また東南アジアサッカー選手権においても会場として使用された。ベトナム鉄道のハノイ駅より徒歩約5分。徒歩すぐのところに単論遺跡や文廟などの観光名所がある。2018年3月27日、ハノイ FC のオーナーである T&T グループはフランスの建設会社 V グコンストラクションとハンダイスタジアムの 改築契約を結んだ。新スタジアムは、サッカー場、バスケットボールなどの競技が行える、室内競技場、映画館、イベントホール、地下駐車場、コンビニエンスストアが併設される複合施設となる。2万人収容のサッカー場は、FIFA 標準に準拠し、ハノイで、ミーディン国立競技場に次いで2つ目の、国際スタジアムとなる。 掃除業費は3億700万アメリカドルと見積もられる。ありがとうございます。